インゴルシュタットで1528年に作られたタブラ、フンガリアへタブラフンガリアへとは1528年以前にハンガリー人ラーザールデアークが作ったハンガリーの印刷地図。2007年に国際連合教育科学文化機関の世界の記憶に登録されている。タブラフンガリアへで描かれているおよその地域この地図は大きさ65-85センチメートルほどであり、 北東を上、南西を下に描かれている。地図は16世紀初めのハンガリー王国の領域を示している。ハンガリー王国はこの地図ができる直前の1526年、モハーチの戦いで北側をハプスブルク家に、南側をイスラーム国家であるオスマン帝国に分け取りにされている。旧ハンガリー王国は形式上は ハプスブルク家に吸収された形になっており、この地図もハプスブルク領で作られたものである。この地図ではオスマン領である南半分は別の色で塗られている。南部に飛び地としてハプスブルク家側の領地が残されており、地図作成の目的はオスマン帝国に対する反撃にあったものと思われる。もっとも戦争はしばらくオスマン帝国有利に進み、この地図で ハプスブルク領であった地域のいくつかは後にオスマン帝国領となっている。この地図には約1400の地名が書かれており、それが狂気調な資料となっている。書かれた地名のうち1270が集落名、そのうちの365がトリアノン条約で取り決められた今日のハンガリー領のものである。地図の最下部にドイツ語。 ラテン語それぞれで地図の解説が書かれている。集落の名称は、ここをドイツ語の聖書法で書かれているため、今絵で書かれる部分は、エー、で書かれる部分はシュー、シ C で書かれる部分は一部が、TZ と表記されている。このような表記となったのは、この地図を印刷で作った都合によるものと考えられている。もっとも、LZR のように、 ハンガリー方言がそのまま使われている箇所もある。この地図は、ウィーン大学教授のゲオルク・タンステッテルの助力、ヨハネス・クスピニアムの資金援助のもと、地理学者のペトルス・アピアヌスによって、インゴル・シュタットにて印刷された。この地図は17世紀後半まで、部分的には伝わっていたものの全図は伝わっておらず、書物の中の記載から内容が推測されているだけだった。 しかし1880年代初期に偶然見つかり、1882年にコレクターのシャンドールアッポニに買い取られた。1924年にハンガリー国立、清朝に図書館に寄贈され、現在に至っている。この地図は1552年まで印刷が続けられたことが知られているが、この地図そのものはやがて使われなくなった。ただし、タブラハンガリエ。 または、ノバでスクリプティを投資すフンガリアへの名称で、新しい地図が作られている。6つのものが知られている。LZR ターケープハット、タブラフンガリアへ。ユネスコメモリー・オブ・ザ・ワールド・プログラム。2009年12月15日、閲覧。ありがとうございます。